百日草ジニアエリゴンスジャックは、菊科の植物の一つ。花が美しく、また花弁が丈夫で、色あせしにくいのが特徴で、花壇に栽培され、また切り花として干渉される。原種の図版直立する一年生の草本。茎は高さ30から90センチメートルになり、硬くて短い毛がある。葉は耐性し、楕円型で、長さ4から10センチメートル。 幅3から6センチメートル。硬い毛が生えている。傭兵がなく、木部はやや茎を抱く。茎の先端には単独の登場花序をつける。花序の外側には一列の絶状花をつけ、これは姿勢。その内側には、筒状花を多数つけ、こちらは良性。いずれの花も粘性がある。絶状花は、原種では赤みを帯びた紫から淡い紫。筒状花は、 黄色から大色。双方は円形。双方辺は輪片状で上部のものは黒っぽくなる。和名は百日層で開花期間が長いことによる。また、花の寿命が長いことから、ブラシマ層や長級層の別名もある。英名はコモンジニア、ユースオールドエイジがある。花の拡大外側の絶上下花弁の基部に、メシベが、 中央に環状花が見分けられる、原産地はメキシコで、これはコスモスやダリアとも同郷である。百日草属には南北アメリカ大陸に約15種がある。日本には分布がなく、また気化している種もない。栽培種としては、細葉百日草 Z アンガスティフォーリアや姫百日草 Z ポーセフォーリアなどがある。干渉用に栽培される。 メキシコのアステ家族が16世紀以前から栽培していた。西洋での導入はコスモスやダリアより遅れて18世紀末、スペイン経由でもたらされた。ちなみに本属のものではヒメ百日草がこれに先立ってヨーロッパに持ち込まれている。日本へは1862年以前に入った。品種改良も行われ、80先のものは1856年に、 インドからヨーロッパに入って、フランス、イギリスで販売されるようになった。また、ドイツで大輪のものが作られた。20世紀になって、アメリカでさらに巨大輪のカリフォルニアジャイアントの名で知られるものが作り出された。特に幸い敵地であるカリフォルニアで育種が盛んになり、現在のような多数の園芸品種が普及する基礎となった。褐色も蒸気のように原種では、 絶頂花が紫、内側の筒状花が黄色系であるが、現在では青色を除いてほぼあらゆる色のものがある。現在の品種では非常に多様なものがあり、大きさで、小輪、中輪、大輪が、花形ではまんじゅう先、松虫草先、ねじれ先などが知られ、荷色としてもくれない、オレンジ、黄色、クリーム色、白、藤色、紫など、 さらに花びらに反転があるものや乗船が入るものなどもある。また鉢植えやプランター栽培向けの矮生品種も作られている。春に種をまいて夏から秋まで花が干渉できる。直射日光、高温を好み乾燥にも強い。また切り花としても夏でも花持ちが良いため、日本では仏前下として全国に広まったものである。以下、種として園芸植物大辞典。 p1132 横井、p138 横井、p138 園芸植物大辞典。p1132 園芸植物大辞典。p1132 園芸植物大辞典。p1134 横井、p138 から139園芸植物大辞典。p1134 園芸植物大辞典。p1133 ホ掘った他編。p1123 横井、 B139, ありがとうございます。